今シーズン2度目の連勝を目指す広島、激しい3位争い落とすわけにはいかない名古屋、サンフレッチェ広島対名古屋グランパス、エディオンスタジアム広島からお送りします。サンフレッチェ広島、林拓人選手、第30節札幌戦で J 通算500試合出場を達成しました。キーパーが林拓人、3バックは鉄板の3枚です。野上、荒木、佐々木、ダブルボランチが青山、ハイネル、右に藤井、左に東、シャドウに森島、柴崎、ワントップ、今日はビエイラではなく浅野が入っています。ビエイラは怪我でメンバー外となっている広島です。キーパーがランゲラック、フォーバック右から成瀬、中谷、木本、吉田、ダブルボランチが長澤、稲垣、右にガブリエル、シャビエル、センターに柿谷、左に森下、ワントップ、守備率速と入っています。さあ奪った、森下、空いた、稲垣、左を使って、入れ替わるが、森下行った、奪ってフィニッシュ、森下。まあ、ハイネルが、まあ、いいところでこうインターセプト しようとしましたけども、ちょっとコントロールがミスしてしまったところ、うまくついたかなと思いますけども。さあ守備率、荒木、荒木行った、いや強いですね。荒木から浅野、浅野縦行った、浅野、浅野のシュート、ルーズボールになった瞬間にここ厳しくいって、この後ですよね、ここの後もう走り出しますし、まあ、木本が対応するんですけども、まあ、ここで外に逃げたので、少しこう名古屋からすると、まあ、シュートコースを消したっていうイメージはあったと思いますけども、ここをうまくサイドでシュートコースを作りながら、ひねりながらのね、もうここしかないところにシュート打ちましたよね。もう完全にここの強さ、荒木の強さ、そしてこう浅野の良さ、まあ、ここ浅野をチョイスしてきたっていう意味がここで出たと思いますよね。素晴らしいゴールですね、はい、シンプルに入れます。柴崎、クッションコントロールから縦パスを送った浅野、体が切れてます。さあ浅野さばいて藤井、藤井はどうする、クロスで森島、いやピンポイントのクロス入りましたね。まあ、いろんなことができるタレントは揃っている名古屋ですが、そうですね、野上が来た、浅野が来た、浅野から東の左足、まあ、ペナルティボックス内でやっぱりしっかりこう横パスがつながる、選手の距離感非常に良かったと思いますよね。まあ、攻撃の形、人数のかけ方、素晴らしかったですね、はい、最後レフティ東が狙っていきました。ドロップボールでスタートで、右に振って左足をキーパー正面でした。さあ入れ替わりました。前田が行く、前田から成瀬が来た、成瀬ヒール、前田のシュート、ワンタッチありましたね。前田入っていいですよね、まあ、ここからのターンですよね。最後は前田のフィニッシュ。さあちょっとスペースが出てきたところ、反転、エゼキエウのミドルシュート、ボールの受け方も良かったですし、まあ、コントロールしてからシュートまでの、ね、判断が非常に早かったですね。入れ替わる、浅野が行った、浅野が行った、浅野まだ行く、吉田の対応、おー浅野一人で行きました、浅野雄也、この強引さってところが彼の魅力かなと思いますよね。さて奪った名古屋、おエゼキエウが行った、エゼキエウのシュート、ランゲラック、もう一度茶島が行きます、長澤のクリア。さあ間もなく95分というところ、吉田のボール、セル、混戦はどうだ、林拓人、さあ目安の5分経過、ここで試合終了の笛です。
鉄壁グランパス崩した広島、やりました浅野雄也、1対0です。3ポイントを手にしたのはサンフレッチェ広島です。今シーズン2度目の連勝、なんとなんとおよそ半年ぶりの2連勝です。そしてクリーンシート達成、林拓人史上5人目 J1 通算100試合クリーンシート達成、1対0広島です。